皆さんこんにちは。こんにちは。はい、どうもどうも。後ろに見えるのは豆腐です。っていうのは嘘だよ。後ろにあるのは昨日から作ってた、はい、作ってましたね。うさぎの家です。うさぎちゃんのための家です。はい、作ってましたね。昨日は海でも遊びましたね。昨日は。ああ、だから2人ともこんがり焼けてます。じゃあ早速中の方を紹介してください。かなさん、はい、はい、どんな感じなのかな。確か前回ははいはいなかったよね、こういう鶏小屋は。あ、そうだそうだ、鶏小屋と豚小屋を作りました。はい、鶏小屋は卵集めに、豚小屋はなんとなく作った。なんとなく、あ、卵ゲットしてますね。これさ、かんなちゃんの好きが変わんないのなんでだろうね。まあいいや、これ卵投げよう。はいはい。おお、1匹生まれた。しかも外に、なんか壁に刺さってるけど。ニワトリちっちゃい。ちっちゃいニワトリ超かわいい。おいでー。ひよこじゃなくてニワトリなんだよね、ちっちゃい。黄色だったらいいのに。夏祭りの屋台の準備のためのね、卵集めがしたいから、うんうん、ニワトリ小屋を作ったの。ここにあったウサギちゃん取り壊して、こっちに素材を使いました。はーい。ここは、あー、ボコボコ。開きっぱなしですね。後で整地しときましょうかね。はい。はい、じゃあ。まずは中の紹介だね。はい、行きましょう。はい、入り口はこんな感じ。ベッドは後で取っとこうかな、うん、あ、でもどうしようかな。ドアを開けたらウサギちゃんたちの家です。あ、ごめん。はい、どうぞ。ここがウサギちゃんたちのお家です。ウサギちゃんたちって一匹じゃねえの。すごいね、これ。ポイン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 。飛んでる飛んでる。今、かなちゃんの飛んでるのが羊毛のふわふわゾーン。これって光ってるんでしょ。あ、これカーペットでね、うん、ランタンを敷いてるんだ。下から照明が当てられてるウサちゃんでございます。あ、設置し忘れてた。お、開くんだ。で、ここを削るとよし、カフェに到着。ちょっとカンナちゃんが敷地、この家を広げすぎちゃって、うん、カフェに繋がっちゃいました。地下のカフェにね。あ、掘りすぎ。このボタンいいね。あれ、おー、しまった。それじゃあ中を紹介して。はい、お願いします。こっちは人参畑です。はい、この中には人参がちょっと入ってます。うん、で、クラフトボードね。はい、ここは何をするところですか。ここは、こうやって、そうそう、餌にする金の人参を作るところ。ここで人参を収穫して。金の人参って贅沢じゃね。で、なんとこれは黄色いガラスと金ブロックで外枠が作られています。贅沢ですね。こっちはお風呂があります。うさぎちゃんと一緒に入るんだ。うさぎちゃんお風呂入るかな。入る入る。入るんだ。牛がうるさいんだけど。あー、うん、この上が牛牧場だから。あ、そうなんだ。ここは1ブロックしかないから、うん、うさぎちゃんの隠れ家だよ。窓があるからこっから見れる。うさぎちゃんのベッドにしてあげたら。違う、ベッドはちゃんとこっちにあるの。あー、ほら、そこね。あ、天井、これも光ってるんでしょ。羊毛とグロウストーンを。羊毛すごい消費しちゃった。しかもグロウストーンこんなに使っちゃってさ。残りが40個ぐらいになっちゃったよ。ここトイレ。え、どこ。隅っこ。こうやって、うーん、やってるやってる。出た。すっげー頑張ってる。で、遊んでる。今の気張り方いいですね。ありがとうございます。いえ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 。それでは。素晴らしい演技です。はい。うさちゃんを連れてこよう。はい、ちょっとかんなちゃんのね、スキンをね、ちゃんとしたいな。これどうやったらちゃんと見れるんだ。はい、うさちゃんの名前はバニラに決まったのかな。そうだよ、はい、女だよ。はい、さてと、今閉じ込めてるところに。パパ的には耳尾でよかったんだけどね。やだ。耳の助とか、よいしょ、耳長の助とか。まあいいや。ほい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 。はいはい、行きましょう。で、ここにいるんだよね、耳尾は。あれ、いないじゃん。いいよ、こっちだよ。え、どっち。はいはい。あー、え、壁、壁を作っといたのに、逃げないように。あ、
いますね。ちょっと名札は後にしよう。おーおおお、なんか逃げたよ、逃げていったよ。おお急いでます、急いでます。やったーって、やっほーって感じだったね今。はい、おー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 おおおおパパを通り越していったよ。すごい中に怖がられてるんじゃないよおいでバニラ新しいお家を案内するよ、気をつけてね。すげー元気いいな。久しぶり地上に出るでしょうでまた地下に行くんだよ。あなた本当に可愛がってるよねこの子時々餌やってるんだ。アキもね、うん、なんかアキラね、うんうん、時々ウサギちゃんにあー可愛いとか言ってるよちょっと待ってバニラ大丈夫。あ、食らったでしょ今、うん、食らった食らった。おいでこっちだってば。どこ、あはっ、バニラうわー、せっかくお部屋作ったのになんという金の人参いっぱいあげようと思ってたのにほら手持ちに3つ。こんなことあんの。お墓作ろう。あ、うん、お墓だ、あれだよ、あのそう、金の人参で誘導してすればよかったんだよ神田さん。死んだところにいっぱい金の人参をお供えしとこっか大丈夫、撮影どころじゃなくなったねなんか投げて拾っての繰り返し、投げて、お肉になっちゃったよ。捕まえに行く。あー捕まえに行こう、捕まえに行こうバニラーうりゃー、どこ行ったのもうすごい勢いで行ってんだけど、うりゃーあ、ちょい待ち、あ、やっぱり馬に乗って行ったらダメか。うりゃーバニラー、確か砂漠にいっぱいいたいたいた、あーもうウォーリアバニラよかったね名札つけてないで。確かこっちにいっぱいいたはず。バニラめっちゃ走ってる。いた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 こっちだバニラ、今日から君の名前はバニラだ。おー強引にやられてますね。来いっていうかさ、これ結構時間かかんじゃね。そうだよ、ダッシュで行けないもん。リードで引っ張っちゃったら。そうだね、こんな遠いんだし。あれ、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 早い早い早い。しかも夜になってきてない？大丈夫？夜だよ本当に。やべ。あ、ちょっと装備装備、カナさん装備はめてください。シャシャ。ほら、おいでバニラ。ほら、おいで。ほら、金の人参あるよ。リード&金の人参。うわー、これモンスター超襲ってくるぜ。でそこじゃ、だんだんがあるとこじゃなくて氷渡りで。なるほど、平らにして、うん、したらダメージ食らわないんじゃない、引っ張ったら。おいでほらバニラ、うわなんかめっちゃ滑ってる氷の上。ほんとだ、上手スケート。おっと前方にモンスター発見、パパが行く。ゾンビか、ゾンビ、エンダーマン。わわわわわ、やばし、なんか投げられてる、なんか投げられてる。ポーションポーション、ウィッチウィッチ、笑ってるこいつ、やべはは、やべやべやべ、バニラこっちだよ。バニラちょっと待ってて、パパを助けてくる。いや大丈夫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 、もうガンガン投げてきてんだけど。バニラ待ってて。2枚行く。よし、ちょっと待って、なんで羊の王城の中にクリーパー2匹も湧いてんの。いいいい、しょうがないしょうがない、バニラバニラバニラ、あーやべやべやべ、クリーパー来てる。どこもう大変、バニラいたんでしょさっき。うーん見失っちゃった。ああ、村人がやばいぞ、なんか嘘、
あーん、バニラがいなーい。うわ、なんか、ひわ、出てる。アンデッド特攻だ。あ、肉で叩いてる。うわ、ハスク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 。うわ、これ怖えな。空腹ダメージやべ。そんなことしてたらモンスターめっちゃ寄ってくるぜ。ちょっと待って、高いところからバニラを探そう。バニラいない、いない。村どうなってる、大丈夫？あ、ゾンビでしょ。やばいよこれ。バニラもいいけどさ、村人やばくね。うん、なんかゾンビが建物にいた。うわ、入ってきてる入ってきてる。どこにいんだよ、カンちゃん。ゾンビ畑を荒らしやがって。ゾンビいる？今倒した。アイエノさん頑張ってよ。あれ、ゾンビどこにいる？カナさんどこ今？赤と白のところ。ゾンビいんの？いない、今は。アヤンさんが頑張ってくれてるのかも。お、すごい、草が取れるハサミで。よいしょ。どこだ、おいでおいで、バニラ。あ、来た。待てー。超逃げてる。金の人参、ほら金の人参、ほら金の人参。ブタさんが見てるよ。え、ブタ。ああ、バイバイ。いいよ、パパが閉める。ああ。出た。いい。この人たち結構出るんだよ。こっちだよ、こっち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 。で、段差がないところまで。危ない。入れた？うん。あら、おい。ふう。はい。で、リードを外して金の人参で誘導すると大丈夫でしょう。こっち。あれ、ちょっと待って、危ない予感が。あ、待って、大丈夫、まだ生きてる。もうやめて、もうここは。あ、ダメ。そう、あら、おいでおいで、バニラ。なんでパパ見てんの。おいで、バニラ。ほら、下には行かない習性なのかな。あ、塞いで、うん、違う、高いところに二段ぐらい思いっきり飛び降りたから。その子がいっ、あ、あ、入った、入った、よし、はい、あ、パパがいいよ、入ってくから勝手に。よし、やったやっとだよ。ほら、運動しよう。段差を少なくしておいてよかった、この部屋は。なんかほら、お、隠れ家に入った、嬉しい。金の人参かなんかやってから体力回復させたら。うん、そうだね。ほら、あ、お風呂に入れない。お風呂入、あ、それだったら入るかもね。えい、あ、いいね、いい絵だ。お風呂入ってる、お風呂入ってる、一緒に。えい、こりゃ楽しいでしょう。おいで、こっち。おー、すげえ。なんかお風呂の周りを。もう体力は回復したよね、多分。もう死ぬことはないね。あー、待って。普通逆なのに。えい、かわいい。よし、超嫌がってる。あれ、お風呂が好きなのかな。うん、
名札つけるのにいいところ。えーい、きたー、つけれた。うん、これつけたらどうなんの。ちょっとプラスみたいなのをちょっと向けてみて。あら、何もしなくていいよ、プラスを向けるだけで。あ、ドキドキドキ、村人入ってきちゃうよ。ここ入れちゃっていいの、ダメなの。後で、後でね、後で抜かすから大丈夫です。もう大変。バニラこっち、こっち行きなさい。悪戦苦闘してるカンナさんが見えます。こらこらこら、騒いじゃダメ、騒いじゃダメ、落ち着いて、ね、バニラ。カフェだからね、落ち着きなさい、バニラ。暴れん坊だね。うわー、なんか入ってきた。こらー、なんかおっさんまで入ってきた。こらおい、人参見てるんじゃねえぞ。ここはバニラちゃんの人参。僕にもくださいよ。ダメ、僕人参大好きなんですよ。あれ、名前、あ、名前上に出んのかな。そうだよ、この人プラスを向けたら。本当だ、バニラちゃんすんごい動くね、この子。くんってつければよかった。ほら、暴れん坊。こんな暴れんの？このおっさん、はい、名前何にすんの？え、つけないよ。つけないの？だってすぐこうやって送り返すから。あ、こらいいじゃん、この人、あの、バニラの飼育員さん。ダメ、お世話をしてくれる。なんでそっちに行くかな。そう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 。あ、はい、いた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 。よし、えい。で、閉める。ガシャン。ほら、こっち。あー、やっとできたー。あー、よかったよかった。はい、無事、バニラちゃんをウサちゃんハウスに運ぶことができましたね、カンナさん。はい。バニラ2号かな、正確に。確かに、死んじゃった。こんなに大変なことになるとはね。これからもよろしくね、バニラちゃん。え、なんか、なんか言ってる、なんか、なんかモンスターが、モンスターが湧いてる上。やべ、やべ、出ちゃう。もう夜、もしかして。あれ、どこどこ。あ、え、やばいやばいやばい、夜だ。